はいどうも、デロリンです。と先日ですね、あのライブ配信してたら、新社会人の人かなから、あのまあ、新社会人になるんですけど、まあ、不安だと、デロリンさんどういう風に新社会人の時、どんな心構えで過ごしましたかみたいなことを質問されたんで、ライブ配信でもちょ,ちょろっと喋ったんですけど、まあ、ちょっとこれ真面目に返そうと思って、ちょっと熟考した上で動画にしようと思います。はい、よろしくお願いします。一番聞いちゃいけないやつに聞いたなってちょっと思ったんですけど、僕、 ドロップアウト組なんで、はい、あのそもそもか会社っていうか、学校行ってない。学校行ってない、まともに就職してないので、そもそも僕はあのまともに会社勤めた経験があんまないんですよ。バイトがメイン。で、1回だけ就職しましたけど、そこもちょっとあの最悪な環境であのすぐ辞めちゃったんで、まともに就職してないんで、あんま偉そうなことは言いませんが、一番言いたいのは、僕みたいにドロップアウトしたやつ、せっかく就職したのに1年足らず辞めちゃったような。 そんな、まあ、負け組ですよ。負け組のやつでも、まあ、全然生きてるんで、逆に言えば、会社辞見ても生きていけるよねって <laughs> そっち方面が一番強く言えるかなって思います。はい、ただまあ、自分でここまでやってきて、考えたこと、言えることをちょっとお伝えさせていただこうと思います。会社が従業員何に求めておるかって結局言うこと聞いてくれる人を求めてるんで、自分で事業を作って、人を雇うってことは、何かやってほしい作業も決まっとるんですよ。これをやる人が欲しい。 だから、人材募集する。明確にやってほしいことは決まってるし、それの稼ぎ方もある程度決まってる。だから最初に一番求めるのは、言うことを聞いてくれる人なんですよ。一新社会人に、そんな、なんかその、すべていいアイデア持ってこいとか、全部自分で考えてこうしろんなんてのは全く求めてない。会社的には。事業を作った側からすれば。いや、俺の作ってきたこのルートをやって,ってある程度完璧に再現してて。完璧に再現できたら利益出るから。 っていうのを求めてるんで、だから人が言うことをちゃんと実行できる人、うん、こういうふうにやってくださいね、ああ、分かりました、ちょっとそういうふうにやりますってやってくれる人を求めてるんで、いきなりそんな、ね、小難しいことを求められることあんまないと思うんですけど、言われたものをやれる能力があれば何とでもなるんじゃないかなって思います。誰だって最初絶対うまくいかないから、まあ、新社会人なんか怒られるのが仕事みたいなところあると思うんですよ。うん、ただその怒られ方、言う頻度、教え方が 人と会社によってめっちゃ変わるんで、めちゃくちゃ環境悪い会社に行っても、新社会人だと分かんない可能性がある。俗にホワイト企業なのか、ブラック企業なのか、めっちゃブラックなとこ行っても、分かんないですね、比較対象ないと人間って。あ、これが普通なんだ、これが社会なんだって思うかもしれないけど、めちゃくちゃ環境悪い場所に行って、これが当たり前なんだって思ってる可能性があるんですよ。劣悪な環境なのに。 そこを、ある程度情報を集めて、やっぱうちの会社おかしいんじゃねえかなって思えたら、辞めちゃっていいと思う、俺、正直。うん。あのね、メンタル壊れたら二度と治らないんで、もう、なんかそこで、そこで働くのが全て。で、そこで働けなかったらもう俺死ぬしかないとか、そうやって思い込んじゃう可能性があるんで、それだけは避けた方がいいんじゃないかなと思います。はい。頑張れるだけ頑張って、あ、無理だわと思ったら、やめや。<laughs> いや、もうこんなんできないって思ったら。 な,なんか頑張って働いてね人生駄目になったりメンタルダメになって台無しにするぐらいやったらやめちゃった方がいいと思うもんまあこのドロップアウトした人間としてほんと思うんですけどやりゃなんとかなる人生は、うん、だ例えば俺だって会社によってはゴミ扱いされてきましたし別の会社行ったらなんかあの英雄扱いされたこともありますし、うん、君がいないと回らないみたいな、うん、いう風に言われたこともあるし逆にんお前みたいなそんな、ね、ヤンキー上がりのポットのやつなんかいらねえよみたいな感じで言われたこともありますし 言葉遣いも悪いし使い物にならんみたいな。うん、なんか周りの影響も悪いみたいな。うん、ボロクソ言われたこともあります。なんで場所によって人の評価はもうコロ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 変わるんで、うん、全く評価されない場所にいても不幸せだと思うんでやめちゃっていいんじゃないっていうのを強く思いますね。これは結局知識がないと判断しづらいんですけどそこで頑張って続けて上に上がると給料がめっちゃいいとか そういうとこだったら、それはまあ、頑張った方がいいかもなーって思うんですけど、後々のこと考えてね。だけど、やっぱやってみて、いや、でもこんなとこずっとやっとれんわって思う可能性あるわけじゃないですか。こんな仕事10年、20年、30年取ったら俺、俺もうメンタル壊れるわっていうところで、いくら高級だとしても、そんなとこでやってもしょうがないとは僕は思いますし、なんでそこはもう自分の気持ち次第、や、実際やってみて、うん、こんなん続けれんわって、でもみんな1回は100%思うから、からそれを。 1>, 1回でも判断したとちょっと早いとは思いますけど、うん、もう何回も思って、もう毎日辞めたい、辞めたい、辞めたいばっかだったら、辞めればって思うしね、うん。俺はね、毎日辞めたいと思ったこともありますし、で逆に、あここすげえ楽しいなと思ったこともありますし、まあでもやっぱり、どんだけ楽しいと思ったとこ,とこも定期的に辞めたいと思う。<laughs> 数か月に1回は絶対辞めたいと思う。それぐらいのペースで辞めたいと思います、ね、仕事どうしても、うん。ただ俺、自営業になってから、辞めたいと思ったことないんですよ。 あっ別の授業に移らないとこれだと食ってけんなって思うこと何度もありますけど自分で授業作ってても愛着もあるし楽しいしもうやだこんなやりたくやりたくないと思うかでもやりたくないと思う <laughs>、まあ、そうだねどっちかやりたくないと思うけど休みたいとかはやめたいもうこの授業やめたいって思うことはあんまないです、はい、最終的にはやっぱ仕事内容なのかなあ あ結局、好きな業界難しいのは好きな業界って好きな作業だけどこの作業好きだけどここにいる奴らうぜえとかこの上司クソうぜえとか、うん、パワハラばっかでうぜえとか周りがうるせえとか思ったらその授業のテクニックだけ持って独立しちゃえばいいからもう抜けちゃえばこいつうぜえが続くんだったらもう仕事内容だけばって吸収してさっさと技術下げて抜けるぐらいの気持ちで。 やればいいいいんじゃないかなかと思います逆にあの仕事内容はすごい嫌いだけどもうここにいる人たちが優しいしもうみんな大好きみたいなとこに入れたの最高ですよね、うん、仕事つまんねえけどでも休憩時間みんなと喋るの楽しいとか,なんかたまに飲み会したら楽しいとかそういう職場だったらも僕はそれはある意味転職だと思うんで事、うん、業内容嫌なのにみんなが大好きみたいなところはマジは当たりだと思います 正直多少給料低くてもそういうのやっていけると思う。うん。楽しいから。そこはバランス見ればいいかなと思います。お金重視するのか、その働きやすさ重視するのか、結局職場人よ、人。うん、人がどんだけ、あれか、どんだけ事業内容しんどくてつらくても、なんか、上司が優しいとかな、すぐ慰めてくれるとかさ、うん、まあ、そんな時もあるって、みたいな、うん、次行くわ、次って感じで言ってくれる上司だったら、頑張れると思いますしね。 僕もやっぱ何人かいい上司見てきたし僕も長くやってああいい上司だないい人だなって思った人はやっぱり優しい人でしたね僕が失敗した時にまあまあまあって若いんだからって言ってくれる人どんだけバカにしてきてもお前本当に荒いなみたいなあまあ俺が何とかしたるわお前はって言ってくれる人がいるところはやっぱ僕はいいと思います 俺がおらんかったらお前もうどうなっとんだみたいなことを言うかもしんないけど、ちゃんとフォローしてくれるような人。だったら当たりなんじゃないかなって思うんで、まあそういうとこは頑張ってもいいんじゃないかなと思いますね。基本的に言えるのは学校とかと一緒で、やっぱ毎日行っとりゃそれはね嫌になるね。絶対に。ずっと毎日楽しい楽しいって続くことはほぼほぼないです。やっぱ,やっぱさ、つまん、つまんねえ、うん。つまんねえし、嫌になる。仕事内容も。もしかしたら人も。うん だけど、金のこと考えてみんなやる,やるだけなんで,で、やっとってどうしてももう、こんな人と絡むのも嫌だわって思ったら、独立を目指すのが一番、うん。独立して、まあ僕は特殊なことやってるんであれですけど、こういうなんか一人で黙々とやれる作業だと、本当に人と一切絡まないから、その代わりはや,やみますけどね、それで。人と絡まなくてやみますけど。<laughs> はい。なんで、そういうのが向いてるってことですから、やっぱ最初の1社目とかは、 そういうのを自分で確認するタイミングだと思えばいいんじゃないですかね。やってみて、あ、俺こういうガテン系のオラオラな人無理だわ、とか、あ、なんか工学歴だけどなんか闇ったらしい人ダメだわ、とか、<laughs> 人を見たりとか、そう仕事内容もね、こういうの無理だわ。例えば、うちのママは、例えばその工場の LINE とかの、ずーっと同じ作業延々とやるの方が好きって言うんですよ。何も考えんに済むからって。俺逆なんですよ。同じことをずっとやってると眠くなるんだよ。<laughs> だ俺そういう単純作業やらしたら寝てます、俺。くーって。使い物にならないつってなるけど、自分で考えて、ここからここまでやれって言われたら、俺、勝手に考えて効率いい方法を探して、ゆーってやっていくんで、最初遅いんですけど、気がついたら一番速くなったりしてるから、俺、遅いのは、やり方、好きにやっていいぞ、お前って言われたら、あ、いいんすかって。じゃあ、俺、これ変えますって、勝手に変えて、どんどんやっちゃうタイプなんで、だ僕はあんまそういう下っ端が向いてないんですよ。やり方、勝手に変えようとするから、え、こんなん効率悪いじゃないですかって言っちゃうタイプなんで。 だそこは性格。だ僕は従業員向いてないです。だからやっぱドロップアウト組なんですよ。自分で考えたいから。から昔から言われましたもんね。社長やった方がいいって。能力が高いって意味じゃなくて、お前言うこと聞かねえからって。<laughs> そんな意味ならお前独立して自分でやれよみたいなタイプなんで。その辺も確認する場所だと思えばいいんじゃないですかね。うん、そうやって言われるって人っていうのはやっぱ、がが強いから。がが強い人はもう自分でやった方がいい。人の言うことちゃんと素直に聞ける人は、 社会人あ従業員でちゃんとやっていけばいいと思うんですけどこんな感じですね考え方次第ですけど楽楽楽しししいいいかかくくないかっ楽しくないっす <laughs> でもある程度ドーンって給料入って好きなもん買える時すげえ楽しいっすね特にパラサイトしてればいい実家にあ実家いたら全部給料自分のもんだから家賃ないしえスマホ代払ってあと飯もなんかその昼飯とか外行った時は自分で払いますけど家帰ったら飯あるわけじゃないですか 朝飯と晩飯とと晩かはめちゃ金残るんで実家住まいの人はもう最高っすね、うん、めちゃ金貯めれるし貯めてってもいいしだー全部使わんとこうとか俺やってましたもん全部使わんとこう財布にいつも7万円入れてたんですけど昔あのクレカ持ってなかったんでクレカ持ってない頃は7万円いつも入れてて7万円なくなったら給料日に補充するってやってるんですけど7万円持って一応安心してるから一切使わない翌月6万円にしかなってないから1万円だけ入れてあと全部貯金 全然使わない。もうひたすら外で飯食うときはもう節約してましたね。もう家帰るまで加熱買わんとこうみたいな。だからジュースも買わないし絶対に。公園の水飲むとか、家から茶を持っていくとか、家で水道水入れて持っていくとか。<laughs> 徹底してたんで俺。そんな感じです。はい。というわけで、個人的には面倒くさいこといっぱいあると思いますけど、まあ俺楽しいことなんか多かったな、やっぱ。学生はつまんなかったですけど。 仕事始めたら楽しかったです。ムカつく人と当たってめちゃくちゃぶち切れたりしたこともありましたけど、仕事もすげえつまんない仕事もありましたけど、転職してった方が楽しいから、いろんな仕事した方が、いろんな仕事していろんな職場見て、僕はあの派遣会社に勤めたことなかったんで、いろんな会社遊び行って、いろんな人を見て、あこういう人最悪だなとか、こういう人最高だなって、バーって見て、そっから仕事したんで、楽しかったですね。はい、いろんな人の話聞いて、ちゃんと。 その会社の上司の話を聞いた方がいいんじゃないかなと思いますね、そういう人のね。話聞いて、あこいつダメだわって思ってやめた方がいいし。<laughs> はっきりしてね。<laughs> はい。また僕、就職をした経験がほとんどないんで、そこはちょっとやっぱ俺が言うことじゃないなと思います。だから戻りますけど、ドロップアウトした人間として言えるのは、なんとでもなります。 なん、はい、とでもなります。もう死ぬ気でやれば。会社では死ぬ気でやれないけど、じゃあ自分で作ったもんなら死ぬ気でやれるなってタイプだったんです、僕。いや、会社でも死ぬ気でやってましたよ。会社でも死ぬ気でやってましたけど、その死ぬ気を自分の授業でやったら、ゴーンってやっぱいくんで、全部自分の盲として残るから、頑張った分だけね。そんな感じじゃないかな。なんで僕は、そんな、ちゃんと大学まで頑張って、通って、しかも就,就活までしっかりやってっていう。 人たちの足元にも呼ばないんで、僕は、あの、就職したっ,って言ってもバイトから昇格なんで、バイトから昇格を、ていうか、そうやって声かけられるのによくありました。バイトとか行って、正社員にならんかって言われることは。でも、就活なんかできてないんで、面接なんかできないもん俺え、こんな感じっってこんな感じで喋っちゃうから、あ、こいつダメだ。って絶対落とされるんで。はい。<laughs> お前が喋るんかいって感じですけど、まあちょ、ちょっと、ちょっと、一人に聞かれたので、ちょっと真面目に一応考えて、喋ってみました。 新社会人の人に言いたいこと、ドロップアウトしたやつが言いたいことですね。こんな感じです。なんとでもなりますあ。ドロップアウトしてしまえ。ダ <laughs> メだ,だ,だったらね。ダメだったらもう抜けちゃえ。抜けて、新しい道作っちゃえ。自分で <laughs>。大変ですけどね、そっちもね。それを、どっちを自分がドロップアウトするべき人間なのか。 従っていくべき人間なのかの道を最初は見ればいいんじゃないですかね。うん。まあ、ワンチャンドロップアウトすればいいや、みたいな。<laughs> はい。一つの会社に縛られる意味はあんまないと思う俺。何でもそうだけど。一つの場所でしか絶対に自分の力を発揮できないってことはないから。自分の力を発揮できる場所は必ずどっかにある。それを探した方がいいんじゃないかなっていう話でした。はい。というわけで、今回は以上です。 はい就職は1回しかしたことないです。<laughs>